国鉄ハ三35系機動車関東鉄道キハ300系機動車ハ三350系機動車関東鉄道キハ300系機動車は関東鉄道にかつて在籍していた通勤型機動車である。1987年から1992年にかけて日本国有鉄道のハ三35系機動車を譲り受けたものである。本校では 同系列のキハ350系及びキハ100型についても記述する。それまでの上層線では自社で申請された車両のほか、日本各地の鉄道から譲り受けした雑多な機動車が使用されており、一部からは機動車の見本師と評されるほどであったが、それらの車両は形式により、車体長や扉数が異なるなど、旅客取扱上問題を抱えていたほか、老朽化や、 機器の不等率によって、車両の保守上も非効率な面が大きかった。そこで、関東鉄道は、日本国有鉄道生産事業団からキハ35系機動車を大量に購入し、同線の旧型車を一掃することとした。それによって登場したのがキハ300系及びキハ350系である。また、国鉄キハ十五系導入の背景には、1 9 8七年四月に、 廃止された冒険の筑波鉄道から遺跡となった旧国鉄の木ハ30系の存在がある。全長20メートル級の3扉ロングシート車である同車は上層線の輸送事情に合致した車両であった。さらに、同年の国鉄分割民営化によって国鉄生産事業団経由で同系車が安価かつ大量に調達できる状況であったことも 大量導入につながる要因となった。1987年に第一陣として購入されたのは、キハ30型とキハ35型が各3両、キハ36型が4両の計10両である。これらは、三街道機関区で整備工事を受け、旧木波30型はキハ300系、旧木波35系、キハ36型はキハ350型として、 翌1988年2月から順次、営業運転に投入された。型運転台のキハ350型は、同形式2両で編成を組み、車両番号は取り手向きが偶数、下立て向きが奇数となっている。その1988年もキハ35系9両と、キハ36系1両の、軽重量が、国鉄生産事業団から購入された。 これらも整備工事を受けて、翌1989年8月までに収益し、規波350型となった。このうち3517は取り手向きであったが、結番を嫌って、例外的に奇数番号が付与され、後年の増備によって、下立向きの二代目3517が登場した際に3518に改版されている。1990年には、 さらなる車種統一の推進のため、九州旅客鉄道からキハ30系重量が購入された。これらは整備工事を受けて1991年1月から1992年5月にかけて9両がキハ300型として収益したが、一両は入籍されずに部品取り車となり、後に解体された。その1992年は、 東日本旅客鉄道から相模線の電化によって余剰となったキハ30計3両とキハ35計7両の軽重量が購入された。これらはキハ300型とキハ350型として収益したがキハ35計1両は車両更新方針の変更により入籍されないまま解体された。本形式は 入線に際して、三津海道機関区で整備工事を受けたが、その内容は次の通りである。元筑波鉄道の木一301,987年の筑波鉄道からの移籍者に続き、1992年までに国鉄生産事業団及び JR 九州東日本から移籍した両運転台付きのもので、計16両が導入された。新番号は、 旧番号に関わりなく、落成順に付与されている。1997年には、三海道駅下立駅間のワンマン運転開始に、伴い4両がキハ100型に改造されたが、翌1998年の新造車投入に、伴い2両がキハ300型に復している。各社の竣工年月日及び、新旧番号の対象は、次の通りである。上記のうち、 キハ301は、元筑波鉄道在籍車で、ドア部のステップや半自動機構が残っており、関東鉄道への移籍後もそのまま使用されたが、徐々に、造備車と使用が合わせられていった。前面の行き先表示器は、筑波鉄道在籍時、関東鉄道移籍当初には埋め込まれて、遺災を放っていたが、1998年12月11日付で、再び設置された。 1987年から1992年に国鉄生産事業団及び JR 九州東日本の型運転台仕様のキハ35系キハ36型が移籍したもので計23両が導入された新番号は旧番号に関わりなく落成順に付与されている各社の春工年月日及び新旧番号の対象は次の通りである キハ1002997年3月の三津海道下立間のワンマン運転化に伴いキハ300型から4両が改造、改版された形式である。この改造は新潟鉄工所の出張工事によって実施され、内容は、車内へのワンマン運転関連機器並びに、運転席への車内放送用マイク及び、扉開閉スイッチの取り付け、 運転台仕切り及び一部座席の撤去である。翌1998年には新造車の投入に伴い2両はワンマン運転関連機器が撤去され、休憩式番号に服している。本形式は単行運転が原則であることから、衝突事故などによってブレーキ徘徊が損傷し、回送不能となるのを防止するため、2001年に運転台全面下部に スカートが取り付けられている。各社の春工年月日及び新旧番号の対象は次の通りである。関東鉄道遺跡後に行われた大規模な改造としては、冷房装置の取り付けと走行用機関の換装が挙げられる。また、その他には ATS や列車無線装置の取り付け、取り出駅で発生した列車突入事故対策の運転台側間通路への ホロの取り付けなどがある。導入当初の本形式は国鉄 JR 時代のままの非冷房車だったが、鉄道車両の冷房化は時代の数勢であり、関東鉄道でも本形式に1989年度から冷房装置を設置するようになった。取り出事故による廃車と一部を除いた35両に対して改造を実施している。車の時にはすでに冷房改造車が 登場していたが、入線整備時に冷房改造を施行した車両はなく、すべて収益後の取り付けである。取り付けられた冷房装置は、走行用機関とは別の冷房用機関を備える、サブエンジン方式でバス用のものに手を加えたトヨタ 2J であったが、1994年以降の施行者はトヨタ 2DZ に変更された。冷房ユニットは床下に装備され、室内には、 網棚上部に風道と冷風の吹き出し口が設けられた。その後、取出駅などでの長時間停車中に床下にある放熱ユニットでの冷却がうまく行われないことによるオーバーヒートが発生するようになったため、2001年から屋根状に放熱ユニットを増設する工事が行われた。本形式がもともと装備していた DMH17H 型ディーゼルエンジンは、 非力な上、保守用部品の入手も困難になってきていたため、1993年から1996年まで、新潟特工所製の DM k 13Hz に、換装された。キハ 100K2 両、キハ 300K4 両及びキハ 350K10 両の、K16 両に対して行われている。それに伴って、変速機が DF115A に統一された。従来は、 PC2A も併用されていたが、期間乾燥の際に強化回収が必要だったことと、製造メーカーの撤退により部品入手が困難になっていたために行われたものである。ありがとうございます。